キリンホールディングスは今日キリンビールの社長にキリンビバレッジの堀口秀樹社長が来年1月1日付で就任すると発表しました今年9月に社長だった伏瀬貴之氏が死去しキリンホールディングスの磯崎社長が社長を兼任していましたキリンビバレッジの社長にはキリンホールディングスの吉村徹常務取執行役員が就任します